最初のところで選ぶ。難しいな。全部いい時やりたい。無理。よし。何で買ったんだろう。
そうですよね。あ、こっち旧作ですか？旧作です。めっちゃ懐かしい感じ。ちょっと見ます。ちょっと見よう。3DS 版。ちょっとどういうブック使ってるのか。やっぱりマジブは入ってきて。マジブはですよ。はい、カナリアだから。カナリアってどういうマップなんですか？カナリアメガネと言われて、開発土はメガネと言われていて、はい、こう2つの円がこうつながっている、はい、じゃあツインリングで間がちょっと3DS の方。3DS 旧作の方します、はい、ほうほう。あとはファインドも強いですよね。あとはコロッサスも平気で入っていって、あまり平気でもいけない。なんか本当にこんにちはって殴る用のやつか、あとは援護用だと。あ、そっか、手札他の人触っても見れないんや。あ、そっか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 。リボルトで慣れてるとね。あ、そして手札見えないから言っちゃダメなんだ。あ、そうかそうか。そうか、言っちゃダメなんだ。あ、なんかもう全員の手札見える点で鳴らしちゃう。あ、3人です、ね、あ、すいません、あと集計の方終わりましたので、はい、集計の方ですが、ちょっと決勝のところのちょっとさ、表にミスが、表のところちゃんと集計のところが出てます。細かい順位は後日、はい、サイトの方に掲載いたします。とりあえずトップ、トップの卓、に関しては125、1位、こちら1位優勝がバンブーさんとなりました。イエーイ。バンブーさんにはささやかながら、こちらをこちら用意していますので。あ、ちょっと待って、あ、最後こっち見て、こっち見るの、見んの、こっち見る。すごい卑屈やな。シェードフォークや。あ、有名な。有名ですね。あの人確か群馬の方だったと思う。マジですか？あ、化粧として。持ってたよ。自転車。自転車。すごい。ちょっと待ってね。じゃあみんなガス。
人がいるなあれなんか面白くないことあります。大丈夫ですよ、もっと笑顔、笑顔じゃないです。じゃあいきます、3、2、1、はい、もう一回目、はい、はい、3、2、1、はい、すげえ、パンタ君の笑顔が最高の笑顔だった。お疲れ様です。夢枕さん、そう、こあ、すいません、マジで侵略しました。マジか、マジか、マジか、あ、ほんとだ、うわ、マジかよ。なんだ、カウシュー使えなかったよ。カウシュー使う金がなかった。知らないじゃん、止まって知らない、知らない知らない知らねえじゃん、ミスったわ。痛い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 、おかえりかえた。あのさガバ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 、当時はオートが結構使ってたんですよ。おー、見て、使ってない。ダークマスターとか、あー、いや、たまに見かけた。なんか代償が高すぎて使ってないみたいなことを聞いてた。あ、ダゴンはよく見てよ。あ、サントバッタキで疑った。ベールゼベとかは前見なかった。カトライアンス。衣装すごいっすね。すごいっすね。なんかそういう風に突っ込んでくれてももういないですよ、カット会があって。なんかもう皆さん日常風景として、正直。なんかもう仙台よく行っても全然突っ込めない。なんかそういう突っ込み方が新鮮ですけど。新鮮。逆にそうっすか。なんかみんな受け入れちゃって。なんかのコスなんかなと思ってめっちゃ考えてた。あ、ただのファッションです。わからんってこと。ただのファッションです。何かって、何のコスだったら。聞いてください、ただのファッションです。じゃあ、ないオタク知識を順番からまず頭から掘り下げて、なんだろう、わかんねえやって。あ、こういうブランドがあるんです、単純に。いや、でもいいっすよ。もうこういうコスロリプランとか男性でもこういうついてない。なんかこういうもうちょっと広まってくれれば面白いなと。やっぱりなかなかどうしてる自信はあります。いいっすね、ちょっとそうやって探そうかな。あー、じゃあブランドをしようカード違うカードゲームでの大会で、はい、あの幕張行く予定あるんで、あ、その時にでも気合い入れて、はい、私はよく気合い入れる時にこういう風に来てます。名古屋っていつって1月の26日です。26、はい、あげときます。 ありがとうございます。ちょっと私のツイッターの方に、ちょっとツイッターの方に違うか。ちょっと待って。じゃあ、マスターの人、マスターの人、行ってみようかな。あ、マジですか。こっちは、4階が上田なんで。あ、そうなの。こちらは、AR も大阪に行くんで。じゃあ、みんな、手を取ってください。手を取ってください。おっしゃ、マスター、お題に回る。マスター、お題をカットにしました。マスター、手を取ちました。一応、縦に、インサイダーの方、目を開けてください。名古屋やったら、ワンちゃん、ちょっと連れて、行けるかな。
友達のおさんが、もう今調教中、調教戦の中、調教ひどいひどい。はい、ていうか僕の方がなんか負けてる回数多いんだけど。あ、その友達は結構まあカードゲーム自体が強いんで、それなりにカードの扱い方はたけてるんで。なかなかどうしてか。やっぱりカードゲームは未経験だからそういうところを学びたいですね。切るべきカードと切らなくていいカードはちゃんと分かってるんで、僕みたいに本能で本能で分かんないっす、本能でやれるようなタイプじゃない。なんかそういうので基本的に実践できる人はすごいです。なんで1位や2回取れたんだよ。いや、実力ですね。なかなか、やばい。そんなに友達以外で やった初めてなんで、どういう戦い方がいいんだろうって、無難なデッキを作るっていう。でも、無難なのが一番汎用性やっていいです。実際に。いけるかなって。とりあえず、名古屋府にもいろんな方いらっしゃいますので。名古屋府まで今、作りたかった。ものをもう一回頑張れるかな。なぜか7月の7日は代々木決勝会をみたいな、なんか状態になってしまってますが。あ、違う、X さんが常連で、サルタニさんとフィルソンシックに来てくださって、名古屋府の話です。名古屋府多分行けそうです。ありがとうございます。じゃあ予定以外こちらを参加していただきます。赤月がなんかそこまで呼ばれないじゃないですか。みんな赤月の声が似てるから野獣先輩なので言われてるだけなんで。タイミングでマジ強すぎる。布教した先がすごい、なんかやばいやばいよ。僕じゃないんだけどって強すぎる。意味が分からんことやってるっていう。いや、いいじゃないですか。やめろ。素晴らしい現象。ちょっとびっくりしてる。なんかやらなさそうなやつにカウントセプトせえへん。お前見境ないなと思って。やべえな、強すぎるでしょ。まあ、そんだからいけば懐かしくちゃおんな。前作ですね。遅いでしょ、結構。そうです。あれ、じゃあ僕がやったのは前々作なのか。あ、そうなの。こんな画面だった。DS 版と、これ 3DS ですね。その前にが DS 版なんで、それじゃないですか。野生の感動。じゃあきっとそうですね。こんな画面の見覚えがないですから。ずっとやってたんで。プレステからずっとやってて、それで、まあ、そこの経験もあり、大変やったことないですけど、でもとりあえず、しごいて、マップと、あと、構成して、で、思い浮かんだ、仕込んで、作業して、どういう動きで、ここはでかい方がいいかって。思い浮かんだことを
いざやろうってなるとどうしても邪念が入ってしまうので、はい、だったらもう先に分離して可視化してからうまいことこうやっていったらっていう話でも、プレゼンやるときにプレゼンやるときの作り方だったんですけど、そのプレゼンが大学中退したんでなかったんですね。いや、なんか仕事できそう。そういうのだけど、やってくださいと。思ったより早かった。まあね、
マジブ、マジブ強い。マジブはやっぱ信じてる。やることで2番目に滑り込んで、ギリギリだったんで、仲間が作ってもらえるので、グリーンの試合の時はもう終わってから。2次会でずっと開いて、その時群馬だったんで、